舞台とかでこう履き潰した靴の匂いがどうしてもバッシュの匂いを想像してしまうなんか本当に <laughs> あの私が履いてたバッシュはあの兄と弟のお下がりなんですだ,だから人一倍すごかったというか <laughs> だからあのどうしてもこう鮮明に思い出してしまうんですけども <laughs> そうですね <laughs> そういうこうジメッとしたシューズの匂いはあの好きです。はい あの熱のこもった感じというか、<laughs> 分かりますか、汗をたくさんかいて、臭くはないんです、臭く、ごめんなさい、なんかあんまり言わない方がいいかもしれない、どうだろう <laughs>、なんかじめっとした感じが、はい、好きです <laughs>。 え香水にあのまずまつわるというか香りに関しては宝塚時代にずっとあのイヴ・サンローランの「リブゴーシュというのをつけておりましてですからその匂いをもう,もうないんですけどヴィンテージになっておりますけどもその匂いを嗅ぐとあ宝塚時代を思い出しでやめましたらもうその匂いともさよならしようと思って。 で今また新しいあの香水にそれ以降変えてずっとあのあのマダムロシアスのビザンスという香水をつけているんですけれどもそれもまた廃盤になりましてヴィンテージになりまして <laughs> ですので、えー、この作品をおお機会に次の新しい香りをあの選びたいなって思っております。 はい。